スキビキボーズ91話を見ていこう、イエーイ。そんな大胆が洗脳されてもうた。どうもスキビキ体験 YouTuber のフルフライ。さあ本日もベンワインさんのスキビキボーズ最新話見ていきたいやけれども、前回のストーリーで我らがヒーローソナータイタンがファントムトイレとペストスケベテトイレに洗脳されてもうて、カメラマン軍がまたまた大ピンチを迎えたんよ。で、今後の展開として一番予想されてんのが、5体いるタイタンヒーローの中でまだ唯一大型アップデートがされてないタイタンカメラマンがついに登場するんちゃうかっちゅうことだよね。本家のアップグレードタイタンテレビは見たく救世主として登場するのかどうかっちゅうところもあるんやけれども、とりあえず今日もみんなで楽しんで動画見ていきましょう。今チャンネル登録者10万人目指してるので、スキビディトイレが好きな方はチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。お題が始まりました。まあおそらくソナータイタンやね。はい、洗脳された状態のソナータイタン出てきました。ね、もともと黄色やのにもう緑になってんのよな。あれ、アップルタイタンスピーカーもなんかちっちゃな、うわうわ、いきなり殴りかかったね。あ、もう早速戦い始まる。うわかっこいい、音波攻撃。あんたの耳ここあんの？耳押せ。やばいやばない、やばいやばいやばい、レーザー出る、レーザー出る。うわうわうわ、強っ。ちょっとサイズ感でもスピーカーマン負けてる。うわぁ。もういきなり窮地やで。どうなんのこれ。首振った？うわ。うわ、これ、かっこいいな、やっぱこれな。この拳突き合わせる、これかっこいい、衝撃波。はい。あ、リトリートだな。今すぐ退散しろってことや。とりあえず、状況が不利やから逃げろと。やばいやばいやばい。かっこよすぎだろ、これ。うわ。おー、あ、なんとか、一旦この場は逃げ切れたと。はい。シークレットアウトポスト。なに、あ、秘密基地に到着したってことかな。そんなとこあったん。おー、アップグレードタイタンテレビが。これはアップグレードタイタンスピーカーマンの視点ね。はいはい、す、お、あ、こんな身長高いんや。空手振ってる、かわいい。ほう、え、これ、え？え、ちょっと待って、これ、もしかして、中におるのは、とかちゃう？お、あ、あ、来た！来た！この、青の光は、アップグレードタイタンカメラマンちゃうの？お、お、え？ウェルジョン、ネクロマンサー。あ、ネクロマンサーよくやったと。はい。私は、あなたの命令に従いますって言うてるわ。いや、違う、あなたは、エンペラーに従え。ま、皇帝エンペラートイレに従えと。ほう。ちょっと、とりあえず、早速アップグレードタイタンカメラマン登場！ということで、いや、思ってたよりタイタンカメラマンのカムバック早かったね。もうちょっと先になるかなとかも思ってたんやけど、いや、あの登場かっこよすぎやろ。秘密基地の扉がグイーンって開いてさ、で、薄暗いところから胸のな、光とこのカメラのこの部分が青光りしてるわけよ。で、そこでタイタンスピーカーマンと拳ぶち合わしてさ、いや、かっこよすぎやろ。よくよく考えたら、このスキビリボーズも我々が大好きなカメラ、スピーカー、テレビの三大タイタンヒーローが集結するのってめちゃめちゃ久々よね。最近ね、本家以外にもよく見てんのが、このスキビリウォーズと、あとクロックマンシリーズなんやけど、偶然か必然か全部のシリーズが、このトリオタイタン合流するっていう流れになっていってんのよね。いやー、結局ね、いろんなタイタンキャラおるけれども、やっぱりこの三人には語れへんね。さあ、じゃあね、今日もね、ちょっといろいろ気になった点もあった境に、もう一回動画見ていきたいと思います。こっからね、もういきなりソナータイタン登場と、で、体がもう真緑になって、まあ、これ洗脳されてる合図っていうことよね。はい、ここからね、戦いが始まると、いや、激しいな。これな、ソナータイタンのね、力っていうのが、まだ、そこまで分かってないから、どれぐらいなんやろって感じやけど、結構、タイタンスピーカーマンの方がやられとったな。相当強いよ。で、この胸でバーンやられて、吹き飛ばされて、いや、ソナータイタンも相当強い。はい。で、これで、まあ、退散命令が出るのよね。ちょっと部が悪すぎると、首振ってたやんな、今。ちょっとこれ無理や、言うて。これかっこええのよ、これ、バンバンバンな。
はい。で、ここはね、まあ、一旦、バトルは、まあ、先延ばしにしたと。いうことでね、またこっからソナータイタン奪還編が入ってくるんやけど、そこの肩からもね、ミサイルが出るっていうね。かっこすぎやろ。はい、じゃあこっからね。はい、今回の本題ですね。はい、ちょっと止めるね。はい、こっからはタイタンスピーカーマンの視点の話やねんけど、シークレットアウトポストリーチっていうのが、まあ、秘密基地に到着しましたと。で、リエスタブリッシングっていうのは、エスタブリッシュっていうのは、設立するみたいだから、まあ、再構築し直しましたみたいなことかな。はい。で、これが秘密基地やと。おー、今まで出てきてそうで出てきてなかったな、秘密基地っていうのかな。で、はい、これちょっと止めて、はい、これアップグレードタイタンテレビマン、まずこの二人合流、お帰りなさいと。はい、で、ここで、こうよ。いいね、これ熱いね。拳付け合わせよんねん、これ熱いよ。いや、こっからどんどん合流していくんよ。これがね、スケミリトイレの面白いところ。はい、で、こっからね、この、中にいるのがまさかのよ。はい、こう、はい、もうこれで、はい、はい、この登場、あえて全身出さへんって言うね。行きやね。はい、で、このままね、中入っていって、もう顔のカメラと胸のライトが光ってると。で、拳をね、合わせんのよね。で、はい、こっから場面変わりまして、ここね、ちょっと簡単に翻訳すると、よくやったネクロマンサーと。で、ちょっと止めるけど、はい、これね、I will obey your every command message で。これ前回、ネクロマンサートイレの力によって復活した G マンなんよ。G マントイレ的には、命を助けてくれたのが、このネクロマンサーやから、マスターね、ネクロマンサー、あなたの、命令なら全て従いますっていう風に言ってるわけよ。で、ここで大事なのが、一番トップにいるのはネクロマンサーではなくて、皇帝っていう、このポジションが大事なよな。あなたについていきますと。言うと、優しい目してるな。はい、ほんなら、エンペラートイレが違うぞと。ネクロマンサーについていくんじゃなくて、エンペラーの命令に従いなさいっていうことを言うわけよ。で、ちなみにこれってエンペラートイレで合ってるやんな。で、実はね、この物語の中で、この後の描写がめちゃめちゃ大事なんよ。スケビリウォーズのスケビリトイレ側の中で、今後起こりうることが予想できるんやけど、ちょっとじゃあこれ進めていくね。はい、これを言われた後に、このネクロマンサーとジーマンが、はい、これね、ちょっと目を見合うわけよ。お互い、こう、思ってることがあるんよね。で、私もね、この描写がちょっと気になって、スケビリウォーズのビル・ウェインさんの動画のコメント欄を見てたんやけど、やっぱりいろんな方がね、多分これネクロマンサーとジーマンが今後エンペラートイレ裏切るんちゃうかっていうコメントをめっちゃしてたんよ。エンペラートイレって、なんかもう独裁者っていう感じやけど、結構この辺が反乱を起こすっていう展開もありそうよな。もしかしたらこれからは、エンペラートイレ軍で、ネクロマンサートイレ軍で、カメラマン軍のこの三つどもえ戦争っていうのが起こってくる可能性もあるっちゅうことやね。で、一応映像はこのまま終わっていくんやけれども、まずはね、ソナータイタン奪還していただいて最終章っていう感じなんかな。ということで、いかがでしたでしょうか。まあね、冒頭に言ってたアップグレードタイタンカメラマンがいつ登場するんやっていうところに関しては、もう間もなく秒読みやっちゅうことやね。で、フルフルの動画見てくれてるみんなのコメントにもあったんやけど、ほんまにこのスケビリウォーズアップグレードタイタンカメラマンが全然活躍してないんよ。そろそろ、活躍してもらいたいところで、引き続き、追いかけていきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆さん、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな!チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。Thank you!